どうもこんばんは、中野敦史です。それでは今日最後の動画を撮りたいと思います。最後はハードルを上げる理由について話したいと思います。僕は前の動画で2年以内に3等以上絶対当選するって言ってんけど、他の人は、言ってないんじゃないかな。こんな風な感じで。見てたら、高額当選を目指してますとは言ってるけど、何年以内に高額当選するっていうのは多分言ってる人おらんのちゃうかな。僕が見た限りではおらんな。本当は1年以内っていうのをしたいねんけど、ただ1年以内って言ってしまうとどうしてもプレッシャーがかかってしまう。予想するときに焦るというか、こうあと何ヶ月ってどうしても気になって予想に集中できない。それで数字の見落としとか出てしまって、それで高額投資を逃してしまうっていう可能性があるからな。だから1年以内ってせんと2年以内ってして、2年だったらまだそやな、そこまで焦ることもなく、その気持ちに余裕が、まだ1年以内でするよりはできる。まあ3年はちょっとかかりすぎやから2年ってしてんけど、3年はちょっとな、かかりすぎやな。やっぱり宝くじ系 YouTuber って言ってるんだから、やっぱり2年以内に3等以上、少なくても3等は当選せへんかったらやっぱり話にならんかな。まあ今は僕5等しか当選してないから、そこまで偉そうなこと言えれへんねんけど、でも3年はちょっとかかりすぎてるな。2年やな、やっぱり。まあ1年以内に3等以上当選できたら、ええねんけど、まあそこまでロト6も甘くはないから。でも2年だったら可能性はあるかな。こうちゃんと研究 し続けて、そう継続して購入したら、2年だったら僕は3等以上はかなり可能性はあると思う。何も考えずに購入してたら難しいけど、ちゃんと数字の流れとか見てたらいけるんじゃないかな。ロト6に限って言えばやけど、他の宝くじはちょっとわからんけど、ロト6に限って言えば2年で多分そやな、やればいけると思う。まあそのためにも猛烈な努力がいるけど、そうすれば絶対に結果はついてくると僕は思ってます。それでは今日はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。